声も取りやすくなると思いますし、こうコミュニケーションもより深まると思います。コロナの期間長かったですが、これからはどんどんお客様に道後温泉楽しんでいただきたいと思っています。やっと、はい、待ち望んでました。5類に今日から下がりますので、まあ、繁華街少しでもきれいにして使ってもらいやすく、繁華街全体に来ていただけるように。松山東高校では4年ぶりに海外への修学旅行。海外は初めてなのですごい楽しみです。一生の思い出の修学旅行にしたいと思います。ウィズコロナになってすごく嬉しいのもあるんですけど、感染対策はちょっと引き続きやって楽しい旅行にしていきたいです。一方、現状維持を選択する施設も。不特定多数の方、老若男女、健康な方からお体に不安を感じていらっしゃる方まで、お客様でいらっしゃいますので、継続して設置をしたいというふうに考えております。県内で新型コロナが流行し始めて3年となりますが、これまで法律上の位置づけは、結核や SARS などと同じ2類相当でしたけれども、今日から季節性インフルエンザと同じ5類となります。杉本記者です。はい、何が変わるのか、主なものを見ていきます。はい、まず療養期間についてです。はい、陽性者の療養期間はこれまでは原則7日間でしたが、はい、今日から発症日の翌日から数えて5日間を推奨するとしています。濃厚接触者の特定はなくなります。はい、そして医療体制、これどうなってくるんでしょうか。はい、これまでコロナ患者の外来診療は限られた医療機関で行われていましたが、はい、できるだけ身近な医療機関で受診してもらえるよう数をこのように増やしておりまして、現在県内の内科、小児科、耳鼻科の 80% にあたる724箇所で外来受診が可能です。はい、最新の受診可能な医療機関は県のホームページに、記載されています。はい、症状がある場合はその医療機関に連絡の上マスクを着用して受診してください。はい、医療費や検査費、これまで公費負担だったですけれども、こちらは、はい、それは今日から、はい、検査費を含む医療費は他の疾患と同じように自己負担となります。はい、ただですね、新型コロナの治療薬は9月末まで、そしてワクチン接種は来年3月末まで無料です。では集客施設ですとか公共施設で行われてきたこの感染対策ですね。はい、飛沫防止のアクリル板ですとか、はい、手指の消毒、これらはどうなるんでしょうか。見慣れましたよね。はい、国はですね、基本的な感染対策は個人や事業者の判断を基本とするとしています。はい、この判断が委ねられた感染対策はどうなるのか。はい、県内では場所によって対応が分かれています。今朝こちらのタクシー会社では声も取りやすくなると思いますし、こうコミュニケーションもより深まると思います。運転席と助手席の間に設置していたパーティションを撤去。撤去することで客との会話をよりスムーズにし、夏に向けてエアコンの効き目アップにつなげたいということです。ドライバーのマスク着用や車内の換気や消毒は継続します。いろいろなお客様がおられますので、お客様一人一人に合った接客をしていこうかなと思います。道後温泉本館では、昨日までは男性の方10名、女性の方20名で営業させていただいておりました。それが本日からはですね、男性20名、女性40名の店員で営業させていただいております。感染対策で一度に入浴できる人数を従来の半分にしていましたが、およそ3年ぶりに元通りに。飛鳥の湯や椿の湯でも人数制限を解除しています。やっぱり道後の観光の面から考えるといいことだとは思います。はい、フィットネスジムでも感染対策に変化が。今までマシンをですね、使っていただいた際にですね、ご自身でですね、消毒等をお願いしてたんですが、そちらはですね、任意とさせていただいてます。スタッフの方がですね、消毒自体はですね、定期的に行ってますので、そこから辺はご安心いただいていいと思います。
このほか今日からはこれまでスタッフに求めていたマスク着用や利用者の手指の消毒を任意としました。新型コロナウイルス以前の生活をですね、地域の皆様にですね、早く取り戻してほしいという思いからですね、今回の決定に踏み切りました。一方、現状維持を決めた施設も。こちらのスーパーのレジのアクリル板、そしてサッカー台のこのアクリル板はそのまま設置されています。富士リテイリングの各店舗では店舗入り口の消毒液をはじめ、レジのアクリル板やシートなどを継続して設置します。お客様のとおよび従業員の安心安全を最優先に考えたときにですね、スーパーっていうのは不特定多数の方、老若男女、また言い方あれですけど、健康な方からお体に不安を感じていらっしゃる方まで、お客様でいらっしゃいますので、その方々に安心してお買い物いただけるっていう環境を作りたいというふうに考えております。先月中旬まで院内感染を防ぐため入院患者全般の面会を中止していた今治市の医師会市民病院では、一定の制限を設けながら面会を緩和していくという形を取らせていただきました。面会は1日1回1家族2人までで15分以内、コロナに感染しておらず発熱がない場合などの制限付きです。入院している患者さんは様々な方がおられますし、家族を取り巻く環境というのも皆さん違います。患者さんが精神的に苦痛をですね、和らげることができるのであれば、これも一つの医療ですので。現在国は医療機関での面会について、面会の重要性と院内感染対策の両方に留意し、患者や面会者の交流の機会を可能な範囲で確保するよう各医療機関に判断を委ねています。例えば一つの自治体の中で、この病院はこうしてます、この病院はこうしてますということで、対応がまちまちだとですね、患者さんを含めて家族の方も混乱する可能性が出てくると思いますので、その辺をもうちょっと少し明確化していただければ、市民の人も安心するのではないかなというふうに思います。